らないとなると井上貴子選手ももう一枚新しい技が必要ですね。そうですね。そうするとやはりこの間の尾崎を仕留めたクロスアームオーロラスペシャルというのもありますので、この辺り出してくるでしょうか井上貴子。それにしても打たれ強いはキューティー鈴木。今あれだけの寝た状態で切りましたね、はい、うまくねお腹に入れて、あっとバックドロップホールドだ。彼は危ない。カウント2。さすがに打たれ強いとは、まあ、もちろん試合前から井上貴子も分かってはいたんでしょうが、そんなに打たれ強くないかもしれないですけれども、うん、あの頑張り屋で跳ね返すって感じじゃないですか。あ、なるほど。あ、うまく返して、あーっとバックドロップでドラゴンスープレックスホールド。これもキューティーの大技が危ない。今は危なかった井上貴子の一瞬の返し技、ドラゴンスープレックスホールド。今キューティーは3つ入ったというね感触でいたんですけれどもね、レフリー村山太一のではやっぱり1つ目寸前のところで止まっていた。あー、しかしあー投げっぱなしアマン、素晴らしいですね。スープレックス合戦の様相を呈してきました、この両者。やっぱりこの2人はあれですね、あのただのアイドルじゃないですね。ストロングアイドルという新しい言葉を作らなきゃいけないですね、はい、やっぱりどこに出しても恥ずかしくない試合ですよ、これは。そうですね、はい、これだけの大技、そしてもう紙一重の攻防と言ってもいいでしょう。おっと、これはクロスカウンター選手、エルボーをね顔面に叩き打っていきました。何かの前回のオールスター戦、アンドリ対ホットの集結を見るかのようなね、今のあーっと押し打ちだったんですが、しかしでもやっぱりパンチ攻撃はスタンゴの方がはるかに似合いますね。2発目はやはりこの井上貴子がキューティーの喉元に炸裂していって、もう一発、あっとこれもろに入りましたよ。殴るって感じでしょ。いやーキューティーなんてひどいことしますね。このここはちょっとキューティーに頑張ってもらいたいですね。いや顔面ですからね今のは。あーっと危ない。いい、しょうがないかな。あーっとよく最後まで返せないか。何か最後はなんともこの泥臭いというか、いや井上タコは、うん、いかにも貴子らしく勝ったって感じがしますね。あ、そうですか、山本さん、はい、どうぞ。やっぱりね、いい試合だったと思います、はい、で、キューティー結果的に負けはしましたけども、はい、最後のいわゆるもう喧嘩っぽい攻防、その前のスープレックスの攻防、十分に見応えがあるいい試合だったと思いますね。そうですか。この負けは負けとして、うん、キューティーはまた一つステップ上がったと思いますよ。まあ、負けて売るものありとありますね、はい、十分ですね。グレード高いシングルだったです。そうですね。いや、本日の第4試合オーバーザアイドル、これはもうオーバーザアイドル まさに成し遂げたと言っていいでしょうね、はい、いや見事、あ、試合終わっては、両者ねノーサイド健闘をたたえ合っての今日の第4試合見事勝利をされました井上貴子選手。失礼します。オーバーザアイドル、まさにアイドルを超えました全日本女子の井上貴子選手です。おめでとうございます。いや、ずっと練習してたボクシングの最後右ストレート出ましたね。そうなんです。必殺技が一応のど輪ね、なだれ式ののど輪落としなんですけども、それを返されてしまって、結構ねことごとく返されましたもんね。すごいショックだったんですよ、はっきり言って。だからもうそれ以上の技何もないんでね、自然に体が動いたような感じなのかな。打たれ強いねキューティー。そうですか、うん、でもこれでなんかアイドルへのね決別のパンチだったような気もするんですけれども、そうですね、別にねアイドル対決って言われてることを特別意識してるわけではないんですけども、まあ、最後パンチ決まってよかった。すごい真っ赤っかになっちゃって、赤くなってますよ、はい、痛かったです。おめでとうございました。どうもありがとうございました。今までいろいろ当たってきて、いろいろ全部とは言わないけど、ほとんどの技とか知り尽くしてるつもりだったんだけど、やっぱり今日のパンチにしろ、コーナーからのウィーにしろ予測してなかったっていうか、
く自分の甘さが出てきたんじゃないかな。いつもと井上貴子選手の感触というのはどうでしたか？向こうのしか当たったことがなかったし、やっぱりリングの上で1対1で当たるってなると、やっぱり私自身も貴子に一つに集中するし、貴子も私一人に集中するから、やっぱり今までとの感触以上に今日は強く感じたし、厳しくも感じたし、やっぱり一番は自分の甘さがこの結果になったんじゃないかなと思う。前半結構なんか密着で膠着した感じで、こう割とおとなしめでもっとガツンガツいくのかなと思ったら、そうでもなかったんですが、その辺のところはやっぱりスタートから向こうも何て言うんだろう、技っぽく行こうって考えてた半分、最後のラストで何て言うんだろう、技じゃなく本当の気迫で攻めていこうって頭の中で考えてたんですけど、なんて言うんだろう、やっぱり向こうの関節を受けて、なんか自分もどのぐらい相手に関節技を決められるかとか、なんか試合してるうちにだんだん、なんて言うんだろう、思ってた試合よりも、なんて言うんだろう、試合らしくっていうか、本当プロレスの技で勝負したくなったっていうか、だからなんて言うんだろう、技にこだわっちゃった部分があったんで、最後にああいう、なんて言うんだろう、パンチなんかも全然予測してなかったんで、向こうの方が冷静に試合を運んでたんじゃないかなと思う。途中得意のドラゴンスープレックスで出たところはかなり不意をついていいタイミングで出したと思うんですけど、もうあれはとっさに出たっていうか、もう半分コーナーからのど輪ですか、あのあたりからも、なんて言うんだろう、もう半分意識がないって言ったら変な言い方なんですけど、やっぱり心のどっかでドラゴンで決めたいっていうのはずっとあったんで、ドラゴン開催した時は一瞬どうしようと思った反面、このまま何発でもいいから連続でドラゴンをかけてドラゴンで取りたいなっていうのは、多分ドラゴン終わった後ちょっともっと冷静に考えて他の技を言ってからドラゴン行けばよかったなって今ではすごい反省してるんですけど、この借りはどういう形で返したいと思ってますか？この借りはちゃんとまたシングルで1対1でまた試合して、ちゃんと3カウントでまたこっちが返したいと思います。